小木正弘です。こんばんは。さあお待ちかね、ザ・ロードショー。今日はおなじみ007の映画を楽しんでいただきます。いや、おなじみと申し上げました。確かにこの007の映画、これはもうテレビでは大変な評判で、同じ作品が繰り返し繰り返しこう再放送されるわけでございますけれども、実は今夜これからお楽しみいただきますシリーズ第12作、ロジャー・ムーア主演の007 Your Eyes Only、 これは日本のテレビでは全く初の放送でございます。どうぞご期待いただきたいと思います。まあ、007映画といえば、このクリスマスからお正月にかけて封切られている最新作、これでもその新しいスターティモシー・ダルトン、ここでこの007映画の原点に帰るんだというふうなこう宣言が行われておりますけれども、実はロジャー・ムーア時代にも一度この007映画をこの原点に返すとこう言われたことがあります。それが実は今夜お楽しみいただくこの Your Eyes Only なんですね。実はこのシリーズ、この前の11作目のムーンレーカーなども、本当に荒唐無稽、も本当に行き着くところまで行ってしまった感じがありまして、宇宙でまで大量殺人を繰り返すみたいなこのお話になってしまった。それをもう一遍ここで男の肉体のアクション映画に返す、これが実践されたわけですね。まあ文字通り、これは空の上から海の底まで本当にこの男の戦いがこう展開してまいります。そしてまたこのおなじみのボンドガール、これもここでは全く違ったタイプの女優さんが2人活躍いたします。まずこのキャロル・ブーケ、これフランスの美女でしてね、スター、ブニュエルの欲望の曖昧な対象なんかにも出ておりました。それからもう一人はこのアメリカのリン・ホリー・ジョンソン、この人はね、スケートのスタイルの美しさで認められて映画のスターになったという、そういう存在です。まあそっちの方でも大いに目を楽しませてくれるこの男のアクション、存分に理屈抜きをお楽しみいただきたいと思います。今夜初めてこれをご覧になる方はびっくりさせようと思って、わざと頭の解説では申し上げなかったんですけど、ラストのオチ、サッチャーさんそっくりのコピーみたいな総理大臣が出てくると、あそこもまず笑っちゃいますよね。まあこういうところがイギリスのユーモアというんでしょうかね。